スイーツ？ええ、もちろん好きよ。疲れた時にスイーツを少しだけいただくのが好きかしら。あとは家でクレープを焼いて食べるわ。ロシアにもクレープによく似た料理があるのよ。果物とジャムを乗せて食べたり、サーモンとサワークリームを乗せて食べたり、いろんな食べ方があるの。トッピングはアリサと一緒に考えることが多いかしら。二人で同じものにすることもあるし、別々のにして後でお互いに交換することもあるわね。お腹が空いちゃったの？今度君にも作ってあげるわ。一緒にトッピングを選びましょう。美味しくできたら味見させてね。